フリジオ。フリジオです。お名前は。大中明彦です。娘の名前は。南です。うん、南アレクサンドラ大中です。あ、とても可愛い。ありがとうございます。耳可愛いね。ご出身はどこにありますか。千葉県です。千葉県の浦安市です。うん。千葉に住んでいるのはどうでしたか。海の近くだったんですごい良かったです。海の近くに散歩に行ったりとか、あとサーフィン好きなんでサーフィンに週末行ったりとか、うん、いろいろできて千葉に住んでたのがすごい良かったですね、うん、他は好きなことがありますか。趣味ですか、うん、趣味サーフィン、お酒飲むのが好きだったので友達とかとビール飲んだり。千葉にお酒が居酒屋とかいっぱいありますね、うん、だからすごい千葉は住んでてよかったですね、うん、もう居酒屋いっぱいで海も近くて、うん、はい、あ、地元の祭りがありますか。地元の祭りやりました。あの何の祭り、あんま覚えてないですけど多分あの地元のね、あの神社のお祭りとかそれとかその地域のお祭りとかありましたね、うん、そういう感じの。でも何のことだったかはっきり覚えてないです、うん、はい。千葉にはどの食べ物が有名ですか。千葉で有名なのはピーナッツとか、あとね、あの海が近かったんで、お魚、お刺身とかお寿司とか、うん、そういうのがすごい有名ですね。海鮮です、うん、秋はピーナッツが好きですか。ピーナッツ特に好きではないですねピーナッツは、うん、あまり好きではない。自分の好物ではないです、うん、でもお寿司は、お寿司は好きです、うん、千葉は東京に近いですが文化や人々の態度は違いと思いますか。僕の住んでたところは浦安市は東京からすごい近かったんで、人の文化とかっていうのは意味ちょっとさ歩いてて、あ、大丈夫大丈夫。人の文化とかは東京と近かったんでほとんど変わりはなかったです。でも田舎の方とかに行くともっとアメリカもそうだけど田舎とかに行くともっと人々フレンドリーだったりするかもしれない、うん、あ、方言がありますか。方言、千葉まだこれも一緒なんだけど、僕の住んでたところはすごい東京から近かったんで方言とかは特になかったです、うん、でも地域とか田舎に行くと多少なまったりするのは多少あるみたいですね、うん、でも僕の住んでたところは方言なかったです、うん、はい。千葉についてステレオタイプがありますか。東京に住んでる人は多少千葉に住んでるってことで田舎者みたいな感じでバカにする人いるかもしれないけど、そんなに特にないですよ、うん、ステレオタイプっていうのは、うん、はい。あ、日本について単一民族国家のイメージは世界ではあるがどう思いますか。うん、ミンミンどう思いますか。どう思いますか、ミンミンさん。うん、そう、アメリカに来るまでもうずっと日本の中で、その日本人の中だけで。ミンミン。日本人の中だけで住んでたから、アメリカに来てこうやってね、いろんな文化の人が一緒に住んでるところでこうやって住んでみると、うん、あ、日本って本当になんかこう視野が狭いっていうかね、今までだから気づかなかったことはいっぱいあります。こっちに来るまで単一民族だからそのね、そういう民族同士の民族同士とかのこうね争いとかもないでしょ。そのね、黒人と白人とかそういう差別とかもないから全然気にしなかったけど、The camera is kind of shaking. I'm sorry. Silly hair. Silly hair. Is this alright? Should I cut this part? はい、大丈夫、大丈夫。
タイズ民族、タイズ民族、難しいですね、その問題は。うん、でも、タイズ民族だから、いいこともあるだろうし、悪いこともあると思います。例えば、単一民族だから、そういう民族同士の争いとかは全くないでしょ、みんな日本人だから、うん、でもね、アメリカとかはそのいろんな民族がこうミックス してるから、そのいろんないいところももらえるでしょ、アメリカみたいな、こう多民族国家は。だからそのいいところと悪いところ両方あるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました、レッチョさん。